あ、横浜公演当選おめでとうございます。なんで、ね、あの当落発表で伝えてくださってる方もいてくれて、ちょっと外れた方は申し訳ないけども、あの配信がないなかったですよね。確かに FC 限定はなかったですよね。そうです、あのと話が忘れちゃいました。うん、でも申し込んでくださって嬉しいです。ありがとうございます。七日のエス公演当たったよ。お、本当ですか。七日のももう当落発表があったんですね。お、皆さんありがとうございます。そうですね、今日の、今日は10月29日は8期生バチキちゃんのいっぱい書いてくださってる、うん、本当ですか、ありがとう。八木ちゃんが SK48、 八木ちゃんのバチキちゃんの、オーディション合格日ということで、はい、今日から SK48 に入らせていただいた日ですね。あ、誕生日、そうですね、そうですね、そうでございます。忘れちゃった方多いのかな。 S のカジキン食べて、ありがとうございます、嬉しい。なんかあれですね、今キラキラのなんかカードがなんかできたんですよね最近。 YouTube なくしかいい思い出になりました。嬉しい、ありがとうございます、嬉しい、楽しかったですね大変だったと思うんですけど皆さんもね、そんな中も来てくださってありがとうございます。あ、お祝いだからネギトロを食べてくださってですね。うわー、私も食べたかったー78と連続で、おー、8のアイドルスクエアもね来てくださるって言ってくださってましたもんね。嬉しい、楽しみですね。パチキちゃん大好きやよーって、嬉しい、ありがとう、たくさんありがとうございます。あの、なんか楽しみに、ありがとうございます、嬉しいですね。ん、8年早かったですか。そうですね、なんか振り返ると本当にいろんなこと、いろんな思い出が、いろんなねことがあったなってたくさん思い出される、出すんですけどでもなんかすっごい早かったんですけど、一瞬ではなかったですね結構いろんな濃い思い出がいっぱいあって、いろんな経験させてもらえたなって思いますね本当に。うん、でも1年はあっという間に終わってしまいますね SKE が16周年で89、8周年の歴史のほぼ半分、確かにそんなに SKE にいさせてもらえてることがすごいなって改めて思いますね。はい、嬉しい、たくさんお祝いもありがとうございますマガリトヨスミカンエス公演と横山ウィークが続きます。おお、今年はまだまだ終わらないですね、嬉しい、ありがとうございます。ミカンももう少しですね、いろ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 ありましたね。うん、いろいろあったなと思いますね。まんまるまんまる、おホテル合格してくれてありがとう、優しい、いやこちらこそね、本当に入らせていただけたことも本当に奇跡ですし、私はたくさんいっぱい48グループのオーディションに受けてずっと入りたくて、いっぱいいろんなのを受けて落ち続けて本当に最後ラストチャンスの8期のオーディション、もう年齢的にもちょっとなんていうんですかね、そのいろいろこう進路とかもあったので、最後
西って言われてたオーディションだったので、表紙に、はい、だからまさか合格できると思ってなかったので、もう本当に嬉しかったですし、あのオーディションがね、あのショールームさんのこのショールーム審査があって、そうで、そのオーディション合格した日に、あの会場であの合格した報告の配信をねさせていただけたんですけど、それも本当に嬉しかったですね。なんか合格した時はなんか全然まだ信じれなかったので、それ合格した実感がなかったんですけど、でもその ご報告のね配信で皆さんと会えた時に実感ができて、その時に嬉しいってなりましたね。本当にお肉の日か、本当だ、お肉の日ですね、本当だ。ああ、私は魚を食べました。あ、魚のお肉を食べました。お肉か、シャモだからお肉じゃないか。お肉じゃないですね。2年以上ぶりだから相当楽しみちゃう。おー、楽しみましょう。私もね、ちょっとまだ足がその治ったわけじゃないんですけど、今できる私の全力で頑張りますねえ。分かります、だんだん1年が早く感じますね。確かに会えてないですね。確かにス公園、確かに寂しいにゃんこです。全員の集合写真エモい。あー、確かにエモいですね。8人になっちゃいましたからね。夜勤頑張ります。あー、でもよく外れちゃった方もちょっと多いみたいですね。すみません、申し込んでくれたのに、くださったのに。他のね、11も公演発表されてましたね。当たってほしい皆さん、最近応援してます。可愛いも嬉しいです。先輩の背中を頑張ります。予感公演、悲しい、申し込んでくださったのに。ちょっとね、今の TMS も来年の3月までなので、できるだけ見ていただきたいんですね。そうですね、パチパチパーチもさせていただけて、9周年もね、10周年かなと思わせといての9周年コンサートもやらせてもらえたら最高ですね。頑張ります。頑張ってるから魅力を感じました。おしまいになってくれてありがとう。見つけてくださってありがとうございますね。本当ファンの皆さん、まあ、本当にまた秘めていてくれてありがとうございます。全然ね、そんなうまくはないんですけど頑張ります。多分好きだから。45番ちゃんのあの頃、そうです、45番ちゃんのからですね。でもなんか、そう、なんか何でしたっけ、その合格発表があって、でその結構すぐに報告のショールーム配信させていただいて、でもなんか結構すぐになんかこれからのこう説明会みたいなんかあったんですけど、なんか喜ぶ暇がなかったというか、なんか実感もなかなかできなかったんですけど、でもなんか、あ、頑張らなきゃみたいな、結構そっちの気持ちにが強かったです。なんていうんですか、はい、なんていうの、やる気の方が
なんだろう、こう喜んでわーっていう感じより、あ、頑張ろうみたいなそんな気持ちでしたね。うん、塾に合格からの8人ね。でも残っている方ですだなって思うので、みんなでこれからもね力を合わせて頑張っていきたいですね。親配信は早すぎて見れなくて残念でした。確かに結構夕方とかでしたよね。確かに早い時間だった気がします。あーそっか、トゥーがウーか、そうですよね、すいません、ウーですねでもすごいオーディションの日のことは特に覚えてますね。いろいろ最終とかその何3時とかいろいろあったんですけど、最終だけじゃなくて結構3時とかもいろいろ思い出に残ってますなんか存在しない世界を考えられない。本当ですか、嬉しい。うん、そうなんだ。ウェルムの現地にいたので、その時はペア認識していなかったけど、今はペアの沼にドハマリです。おー、嬉しいそれはあのソロ公演ですよね。あのその時にあのお披露目のさせてもらったんですけど、お披露目の時もあのステージがすごすぎて、見たことない景色すぎてなんか震えてましたなんか嬉しさもあったんですけど、それ以上になんかすごすぎてなんか、うん、感激みたいな感動してたのかな、うん、びっくりしました、あのステージのすごさに。とかファンの皆さんのコールとか、はい、なんか圧倒されてましたね。確かお魚は健康にいいですね。うん、唐揚げ作って、おすごい作って、いや採用したよ、SK を見る目がある、嬉しい、本当ですねとか言って、本当で、本当ですねもなんかあれですけどね、嬉しいです。疲れてどうしてんの、はしごして、すごい、ありがとうございます。あともうあと数日、明日明後日で終わっちゃいますね。早いですね。31日間の見方当たったよ、おありがとうございます。芸術の秋ということで楽しみですね、とっても。一応応募しといた、おー、 S コインやった、やった、当たりますように。あー、3チームいただきました、おどうですか、やっぱサクパリブーでしたアイドルスケアも、あ、来てくださんですね、わー、ありがとうございます。残ってると赤いまた追加しようかなって思ってるよ、おー嬉しい、ありがとうございます。ありがたいことに残り4部ですね。うん、なんかね、よしこいよ、久しぶり、あ、本当だ、久しぶりだ、嬉しい、楽しみにしてますね、やったー、休止なるのね、やったーって、え、わかんないですよ、やりたいって言ってるだけで決まってはないのでやりたいですね。ふわふわのお好み焼き、わふわふわいいな。年末年始グッズ申し込み明日までですね。そうなんですよ、あのエマと、ミコさんのアクリルスタンドとかがあるんですけど、販売の申し込みが明日までですので、皆さんミコにゃんやエマもゲットしてくださいはい、事件横山のカードが出ません、うーん、
あと2日しかないけど、あー食べてくださって嬉しい。でも当たってほしい。当たりますよね。平成頃のパーティーコンよく見て行ってたよ。いや懐かしいですね。パーティー公演またやりたいな。青顔によくやらせてもらえるんですけど、パーティーもやりたいですね。いやこれだ。うんありがとうやん。フード先生が劇場で8期生に抗議していたのを覚えています。あ、してくださいました。それぞれのチームでなんかもうなんていうんですかね、すごい喋ってお話しして伝えてくださったので、すごいなって、私もあんな風になれるのかなって思って見てたんですけど、すごいですね。今でもすごいと思います。そう、初めてのオーディションで合格したメンバーもね結構いて、ゆずぽとかそうですよね。だから私からしたらもうすごすぎて、えっえっえっていう感じですね。ユキアビームですが、いつも発動タイムでやらせてもらってるので、最後まで見ていただけたら浴びていただけますね。子供がいた記憶だけありますね。みんなちっちゃかったですね。私もなんかまだ子供でしたね。ふふふ、見たけどこんなにポニョシになるとは思ってなかった。わらわら。何があるか分かりません、人生。嬉しい、応援してくれて。9年目も皆さんよろしくお願いします。もう9年目です。すごい。ハジシジカジケイさんに行って観覧車乗りたいな。そっからのみかんですね。わあすごい、すごいスケジュール、嬉しいスケジュール。みかんの向き方声で美術部員を増やそう。おおいいですね。確かにちょっとあのね、何もあの仕事活動ができてないのでちょっとしなきゃですね。というか特典会とってオンライン会は今まで一番かった。おたんやんと二人きりでトークする。あー嬉しい、ありがとうございます。オンラインがね、締め切りが一番早いからありがとうございます、嬉しい。1894日もありがとうございます。リクエスト曲ね、何でしょうか。タイムシーン6年か、最初から横に推しになりたい。嬉しい、嬉しいです。いろいろありましたね。劇場でチケット買えばどこまでカードもらえるよ。お、それは大チャンス。大チャンスですね。サクパリプコレンを貸し切りに食べてきたよ。すごい、ありがとうございます。すごい、え、弾いてくださってましたよね。これは彼の運がいいのでよく愛の賜物かなですね、です。嬉しい。燃やしたキャベツで大盛り風にしてます。おお、体に食歴より長い。おお、そうなんですね。もうね、9年、早い、すごい。9年目。アミちゃん、ゆずぽがね、そう、ゆずあみが
ね、子供でしたね、あみちゃん特に。ね、めっちゃわかります。ね、子供だった。リアルタイムで動いてるかな、1週間ぶり。でもここだけの話、日々よくやのことを考えてます。嬉しいやった。笑顔で癒されます。一番可愛いですか、本当ですか、自信もらえます。やった。モデラーの、そうですね、でもすごい私もまだ勉強中なので頑張ります頑張っていきます。そう、それ声もね、叶えられるように、皆様よろしくお願いします。私も頑張ります。10枚くらい引いてるけど、まだよくは出ません。悲しい。早く出てほしい。早く出て、早く横やん来い嬉しい。大阪出身ですよ、はい大阪出身です。赤いロングスカート見たくなりました。ハートブレイカーズのですね、今日も練習してたんですけど、E の練習してました。難しい、中3曲難しいですね。もうなんか結構頭を振る振りが多いからですけど、なんかもうなんかめまいがすごくてめまいがすごくて、そうやられてるんですよ。ちょっと頑張ります。体力もめまいに負けないように頑張ります。だから必ず報われる。そうですね、中学1年生から中3になるのと同じ。おお、そっか、すごいですね。31と7日ですね。ありがとうにゃん。そうですね、オンラインはオシュルワンピとオルターネックですお待ちしてます。まあ、振ってる回数は絶対フラストレーションの方が多いんですけど、なんですかね、なんでだろう、こうバサーみたいなが多いからですかね。頑張ってシャッフルコインの練習も頑張ります。回転する椅子でクルクルして克服できますかねそれで強くなりますかじゃあ今日はお歌を歌わせていただきます。イヤホンさせていただくので皆さん音量気をつけてください。そうですね、ぜひシャッフルも見てほしいですね。音気をつけてください。刺しちゃいます。はちきちちん、あ、ちょっと音量下がってました。 ありがとうございます。今日はあの曲とあの曲もいいなと思ったんですけど、なんか入ってないのでちょっとあの曲になりますねはい、皆さん音量好きな音量にしてください。皆さんも結構もう何回も歌わせていただいてるんですけど、あの曲とかあの曲も歌、ね、カラオケのキムさんで歌ったことないので歌いたかったんですけど入ってないんですよね。あ、確かにオーディションで歌った曲でもよかった。オーディションで歌った曲は入ってるんですよ。まあでも今日はあの曲にして、またそれはじゃあ別の機会に
歌います。いやもう作業ですよね作業ですよね。他の曲とかも入ってないんですよね。もうお分かりだと思いますが、あ、ビデオじゃないよ。あ、そうです、オーディションで歌った曲はそれでも好きだよね。そうなんですよ、すごい覚えてくださってすごい。難しいじゃあもう皆さん分かりだと思いますが、正解発表はこちら。教室の中じゃ興味なんてないふりをしてた。指さして噂する男子たち、僕たちの窓穴にしようぜ。滑らせば大炎上、僕が今飲み込んだ片思い、胸の奥そっと手を開けてる、ネガティブな告白を。完成、完成、かわいい。
かわいいでした。あれ、あと取れない、まだ取れないんだろう。あ、取れた、先生かわいいでした。やっぱりお披露目を思い出してますね。間に合った。あ、曲聴いてもらえたかな。なんか最初らへんあのね、ちょっとあの失敗してしまって申し訳ない。ちょっとね、間違っちゃいました。本当は夢の階段登れとか、約束よとかもね、歌えたらいいなって思ったんですけれども、入っていなかったです。入っていなかったです。悲しい。そうなんですよ。でも確かにオーディション合格日だから、オーディションで歌った曲がぴったりでしたね。そう思ってますね。お披露目という、そう、お披露目はね、そう参加はってイメージですけど、それでも好きだよもう、じゃあ今度いつか歌います。はい。ぴょん可愛い、ありがとうにゃん、ありがとうにゃん、ありがとうございます。そうですね。3回ですか。おー、でもそう、結構そうなんですよ、今シャッフル公演の練習とかで、そう、それもね結構やらないとやばいので、はい、で今から宣伝タイムと発動もさせていただきますね。はい、5階席、おお、5階、そっか5階もありましたっけ、5階もありますっけ、5階もあるのか、すごい。じゃあ宣伝させていただきます。ごめんね、延長できなくて。はい、こちらです。じゃーん、 SK48、33枚目シングル告白心拍数の特典会のお知らせさせてください。お願いします。愛してるよ、ありがとうございます、嬉しいです。そっか、岡山でか、すごい、そっか、すごい、すごい。こちらです、11月30日、土曜日にポートメス名古屋さんで握手会3、5、8部とトーク6、9部やらせていただくんですけれども、告白心拍数の MV とかでも着させてもらったり、結構この前のリリースイベントでも着させてもらった、結構ね着させていただいてる白衣装を着させていただくんですけれども、どこかの部で、はちきちゃんと何かするので、それも楽しみにしていてほしいんですけれども、バカげ。プラス、まあ11月なんですけれども、まあ12月もう直前ということで、サンタさんの格好もしようかなって思うので、はい、ちょっと盛りだくさんにしてみます。この日はありがたいことに握手会完売していただいてて、残りのトーク6、9部のみなんですけれども、どこかでどこの分にどれを着るかはちょっとまだ内緒なんですが、ワーク心拍数の白い塩か、1日初めてトークを歌手、嬉しい、ありがとうございます。30日も、ありがとうございます。そう、白衣装をか、そのはちきちゃんなんかしてる時か、サンタさんにゃんになってます。横にゃんクロース、横にゃんクロース。すごいちゃんとハマった。決まっております。12月1日日曜日完売していただいております。ありがとうございます。この日もね、ソフトはハード私服プラスサンタさんの格好させていただくんですけど、30日警備追加もありがとうにゃん。
あ、1日も来てくださるんですね。ありがとうございます。そう、この日はもうサンタさんの服を着させてもらうんですけど、この人はまた違うサンタさんの服を着ます。はい、違うサンタさんになります。うん。で、1月11日土曜日は愛知スカイエキスポさんで、ありがとうございます。1月11日土曜日は愛知スカイエキスポさんで通称撮影会を35789部させていただいて、着席バージョンになります。1日目はこの日は言えなくてタコスの衣装とプラスアルファもう一個考えてます。タコスポーズいっぱいできますね。タコスの振り付けで可愛い振りがいっぱいあるので、それも皆さんと一緒にできたら楽しそうだなって思ってます。うん、オンラインとチューシュットも残ってますね。はい、で1月12日の日曜日の愛知スカイキスポさんもチューシュット撮影会で35789部させていただくんですけど、2日目がスタンディングバージョンになります。はい、この日は骨格心拍数の歌唱用の衣装なので、白じゃない16周年コンサートのオープニングに着させてもらったクマさんのサイリウムカラーになってる衣装で、なんかヒーローみたいな衣装を着させていただきます。ヒーローにゃんプラスアルファ、アニメコスをします。お、12日ですか、嬉しい。忘れポーズ1枚撮りたい。ちょっとね、私もポーズいっぱい考えておきますね。アニメコスがそのアニメのポーズを結構できそうなので、心拍数のポーズももちろんできると思いますし、アニメに沿ったポーズもできたらいいなって。まだそのアニメコスがね届いてないので、ちょっとまだ不安はあるんですけど早く届いてほしいですね。まだ部は決めれてないです。はい、で2月8日土曜日のポトメさんも全開バイありがとうございます。嬉しい、心拍数上がっちゃいます49枚も、すごい、ありがとうにゃん。ラガーズクポーズ迷わないことはないですよ。なんかいつまでに到着か、なんかその聞いてくださってて早めに12月っていう風に言ってるので、全然届かないとおかしい、詐欺になっちゃいますね。どうしよう、届かなかったら。早く届くといいね。うん、届いてほしい、本当に届いてほしいですあ、前役もね、このありがとうございました。で2月9日日曜日のポートメッセ名古屋さんも握手会乾杯していただいてます。ありがとうございます。でこの日のトーク6曲はあります。あ、そうですね、 NNB さんもやってるんだ。行かれるのかなこの、はい、でなので、11月30日の6キューブのトークと、まあ、最後の2月9日のポトメさんのトーク6キューブのみなので、あのトークは、はい、皆さんお急ぎください先着順です。すごい、あ、そうですね、キューブも残り少なくここなってくださってますので、はい、気をつけください。普段の、あ、でも私服着る日もあります。はい、逆にでも最後ら辺がそう、2月の8、9の方が私服系で考えておりますで、なかなか現地が難しいって皆さんも、じゃん、11月15日金曜日個別オンラインロングトーク会を1,2,3,4部させていただきます。この日はオフィシャルワンプで、この日はでも私服ですね、大人私服、私服オフィシャルワンピからの11月16日次の日の土曜日も個別オンラインロングトーク会を5、6、7
8部やらせていただくんですけど、ホルターネックの服を2種類着させていただくので、これも私服で大人にゃんですそうなんです。大人にゃんは、めっちゃ大人にゃんはオンラインでしか見れないので、オンラインも待ってるよどうしても大丈夫。でもオンラインはそうですね、時間内に私が頑張って、イヤホンが多分あの有線でいつもやらせてもらってるから、それに引っかからないように頑張ってお見せしますね。じゃあでもなんか上がすごい目立つような、分かりやすいような服にしてるので、なんですか、上がね目立つので、で頑張って全身見せるかチャレンジしてみます基本は上半身ですね、はい、でもそう繋がってるので、そうイヤホンがちょっと限界はあるかもしれないですねチャレンジをしてみますで今5時先着販売期間中なんですけれども、11月30日の6、9部残っていたポトメさんのがですね、あの11月22日金曜日の12時正午までとなっております。締め切りがで1月11日1月12日のアイテスカイキスボさんのツーショットの締め切りが1月3日金曜日の12時正午まで。あ、こんばんは、フォローもありがとうございます。で2月8日と2月9日のポトメさんですが、あ、2月9日の6、9部のみですね、のトークが1月31日の金曜日12時正午までで、11月15日と11月16日のオンラインロングトーク会が11月4日月曜祝日の23時59分までで、これが一番早いので皆さんお気をつけください。これが一番早いです、オンラインがそうですね、ありがたいことにすごい握手も全完売していただいて、トーク会があと残り4部で、今回ね特にすごい皆さんも気合い入れて完売も早く出してくださって、とても本当に嬉しいです。あ、年末年始グッズもそうですね、間近ですね締め切りが。オンラインはそうですね、アプリを入れていただかないといけないです。すごいね、皆さん気合い入れてくださってすごく嬉しいの で、あの今回先着、今先着でね、早い先着なので、あの残りのトーク4部皆さん、はい、あのお気をつけください。そしてオンラインが締め切りが一番早いので、11月4日までなので、オンラインも、まあ、なかなか難しいと思うんですけど、皆さん楽しみせちゃうのではい、一緒に楽しい時間を過ごしていただけると嬉しいですね。はい、お待ちしてます。ツーショットもお待ちしてるよ。4早くアニメコスも届いてほしい。アップルダウンロードもそうですね、よろしくお願いします。そうですね、ロング個別オンラインロングトーク会なので、うん、現地よりも長いですね。なんかやってて最後ら始まったオンラインが始まってから何もで、あの普通に会話させてもらって、でなんかさ残り何秒みたいな感じでカウントがあって、それで切れちゃうって感じなんですけど、待機していただいている時も結構なんかすぐ始まるみたいなので、ちょっと待っていただくのとかもちょっといつ始まるかわからないから、ドキドキ、なんていうんですかね、ハラハラしちゃうと思うんですけどまあそんな時間も横に思って楽しんでもらえたら嬉しいなって思います。はいうん、あ、そうです、覚えてくださってすごい、明日はそうなんですよ、病院、足の病院に行って
インソールを作りに行ってもらい、行ってきます。はい、インソール作りに行くよ。そしてお仕事もそうしてないので、あの練習でも、そう練習がね、そうしないとヤバニャンなので練習頑張ります。シャッフル声の練習、カウントメニュー余裕がなかった記憶でも、そうですね、皆さん私のこと見てくださってるから気づかないかもしれない。私も見て、あの代打で大きく出てなかったですよね確か。うん、分かりづらかった、分かりづらいかった記憶ですね。確かに確かに、待ってる間も楽しい。本当ですか、嬉しい。ガラケーはできないですね、アプリを入れていただかないといけないので。ガラケーはそうですね、無理ですね。オンライン大会申し込みました。え、嬉しい。前のシングルもね、話してくださいましたよね、ありがとうございます、嬉しいですね。そこもそうですね、ヤフルコインユニット大会何やるか楽しみ。お、まさにユニット予想しててください。はい、ユニット予想してみてね。アロプロさん歌えないんですよ、歌いたいんですけど歌えないんですよ、すいません。こんばんは。うん、どんな部屋かバレる、ほらこれお部屋じゃなくても皆さん結構あのお家からの中だとか車の中とかの普通に外からあの参加してくださる方もいろいろいらっしゃいますね。なんか素敵な、めっちゃ綺麗な景色見て見せてくださったりとか、あの自然の、はい、いろいろです。はい、ということで最後発動させていただきますね、いただきますね。今日はやっぱあれですね、あれとうん、いけるといいな、え、願ってます当然。誰も君を好きなんだと言ってほしい。わかりました、わかりました、じゃあそれでさせていただこう、行きます、行くにゃー、ビーム、わーからのパチキちゃん、パッシュ年ありがとにゃー、ハチキハチ、皆さんお祝いありがとうございますからの9年目も9ってどうやって作る、こう反転、あー手がつりそう。手がつりそう、6だこれ、こっち反対、反対ですもんね、こう9年目もよろしくねー、キューってできない。あれ不器用すぎますね、あれどうやったらいいんだ、こうだこうだ、できてる、できてない、できてるかな。9年目もよろしくねー、釣りそう、やるのー、誰よりも君を好きなんだ。あと何やろうと思ってたんだか、なんか忘れちゃった、なんだっけ、やりきったかな。ありがとうございます、9年目もよろしくお願いします、本当にお前嬉しいです、パチ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 、あー自分の上に素晴らしい。ありがとうございます、あ当選も嬉しい、ありがとうございます、3000人近くの方もね嬉しいです、
じゃあ今日は終わっちゃいますが、また明日もお待ちしてますね。練習頑張ります。シャッフル声の練習、皆さんありがとうございました。あ、そうだ、年末年始グッズがもうちょっとなので、皆さんそれもぜひゲットしてね。ありがとうございました。シャチホコ、おやすみ、やこにゃん、夢でも帰りますように。ありがとうございました。ゆっくり寝てね、ゆっくり寝てね。体操する、嬉しい。おやすみ、やこにゃん、またね。